どうもー、影やんです。今週もね、ど素人飯、作っていきたいと思います。毎週木曜日に、ど素人飯をやってるんですね。で、これを僕が作ることによってね、家族の、負担が減るということになるんで、やっているというのと、そういう、ちょっとこれぐらいは やろうかなっていう感じがありますね。これは料理と呼べるほどのもんではないんですけども、中華名菜とかそういうもんで作る料理なんで、玉ねぎを切って、で炒めて、で、ソースをかけて、ほんで出来上がるっていう。もうほんまに、ど素人飯っていう名前に、ぴったりのような料理の仕方。料理と呼べないような料理をやっているっていう感じですね。ですね。うん。今日はですね、もう、なんちゅうですか。アルコールをですね、ハイボールを2杯。で、焼酎のウーロン割りを2杯飲んでる状態で、この料理をしているという状態になってますね。うん、でもね、このお酒を飲みながら料理するっていうのはね、結構その、なんちゅうですか、その、めんどくさいとかそういう気持ちは起きないですね。やってる間はそれを夢中になってやってるっていう感じですね。大した料理してませんけどね、ちょっと切って炒めるだけなんですけど、これはすごい集中してできてるっていう状態なんでね、僕の中でのそのストレスっていうのはない状態で、やらせていただいてるっていう感じですね。うん、まず、酢豚からこう作るっていう感じでね、やってるんですけども、なんちゅうですか、その、この酢豚っていうのはね、うちの親父がね、気に入ってるということでね、酢豚は必須にしてるんですね。酢豚を作ることは必須にして、あと、もう一つは、いろいろ、アレンジじゃないですけども、その、違うものにしてるっていう感じですね。で、今日で言うと、豚味噌キャベツ炒めが、2品目を作るものということですね。ということになってるということですね。今、玉ねぎを、切り終わってですね。ほんで、フライパンにね、こう入れてるという、こういう感じになりますね。この作業自体簡単なんですよね。簡単なんですけど、これによって、その家族が、家族っていうかそのね、作る負担を減らすことができるんでね、それはそれでいいかなと。僕は酔っ払いながら、ちょっとこう、そういう作業をしてるんで、その、なんていうんですか、その、しんどさいのはもうほぼ感じない状態で、やってることができるっていうことですね。うん、まあ、うん。これは今何をしてるんでしょうか。何ですかね。何やろ。この、盛り付ける皿をちょっと用意した感じかな。そういうところですね。で、玉ねぎはね、こう、しっかりこう、なんていうか、ある程度、こう、炒めることが、毎週やってるんで、それなりに、こう、結構炒まってきたなっていうのがわかるみたいな感じですね。これが具ですね。中華名菜の酢豚の具を今入れているというところですね。で、これはもう、ほんまに、こう、ど素人飯にふさわしいというか、誰でもできることを、こう、動画に撮ってるという感じですね。これ、ハイボールですね。ハイボールちゃうわ。焼酎のウーロン割りですね。
焼酎のウーロン割りを飲んでるという。で、これ飲みながらやることによって、この、なんちゅうすか、スムーズにできてるというか、その、邪魔臭いとかね、そういう気持ちは全く湧かない状態でできてるんですね。この酒を飲みながらやることによってね、普通にもう流れのようにできてるっていう状態になってますね。で、こんな料理、簡単な料理でも家族は喜んでるんですね。だからまあ、続けられるっていうところはあるかなというふうに思ってますね。うん、これはね、ちょっと火を通すというか、ある程度炒めなあかんので、ちょっとこう、間を置いて、温まる状態にしてるっていう感じですね。うん、なるべくその、なんていうんですか、書いてある状態よりももうちょっと温める感じで炒めてるっていう感じですね。うん、もう十分やろいうぐらい炒めてるっていう状態になってますね。飲んでますね。この飲みながら料理するのがなんか気持ちよくこう料理ができる状態になる、というかね、そういう感じですね。ここで、ソースを入れますと、もうほんま今ええ時代ですよね。こんなソース入れたらもう味が整ってですね、酢豚の味になるってことなんでね、こんな料理でもうそれなりの味になるっていうのがもうすごいありがたいというか、うん、ほんまありがたいですね。まあ、簡単な料理ですね。誰でもできる料理というとこですね。でもあれですね、もう暑なってきましたね。今日昼間最高気温30度ですからね。滋賀県なんですけど、30度やったんで、もうかなり暑いですね。うん。なかなか、もう夏やなっていう感じが、こう、感じ取れるようなね、暑さになってますね。でもう今日なんかやったら、もう夜寝るときはね、もうクーラー入れちゃおうと思ってますね。まだ6月入ってすぐなんですけど、もう騒然とね、もう寝れへんし、寝れたらもう、なんとかなるんで、クーラーは入れようと。クーラーもやっていくっていう感じですね。まあ1時間のタイマーで、消える状態にはしますけども、うん、寝るときにもう、ある程度、心地よい状態で、やる感じですね。これ酢豚、出来上がりということですね。うん、で、こっからが、これですね、豚味噌キャベツ炒めですね。うん、これは中華名菜ではないんですけども、その売ってるところで選んで買って、結構美味しいかなと思ってますね。うん、どこのあれですかね。伊藤ハムですね。伊藤ハムから出てる、豚味噌キャベツ炒めということになりますね。これもほんで、キャベツ、これね、キャベツがあればそれを切ってやるんですけども、今日は買っちゃったんですね。
買ってそれをそのまま炒めるという、もう今はフライパンに入れちゃったんですけども、これを炒める状態。ほんで豚味噌キャベツを作るためのその具っていうか、その、ソースも絡まったやつをもう入れるだけっていう、ものすごく簡単な料理になりますね。でキャベツを、しっかり炒めるためにね、ここで休憩して、ウーロン、焼酎ウーロン割りを飲んでるという状態ですね。まあまあ、これを料理とは呼べないかもしれないですけど、僕の中ではこれで、家族が助かってるんで、まあありかなと思ってます。これも料理です。まあそんな偉そうに言えませんけど、まあ料理やと思います。ああ、飲んでますね。で、こうキャベツを炒めていって、ここから、具を入れていく、ソースと絡まった具を入れていくということになりますね。まだですね、これね、だからちょっとタイムが、時間が、動画撮ってる時に出るんでね、それで大体目安にして、次、ほな、具を入れようかっていうのをこう見ながら、こうやってるっていうところがあるんですね。これで具を入れるという状態になりますね。具と、ソースが絡まったやつを混ぜることによって、豚味噌キャベツ炒めが出来上がるということになりますね。まあまあ僕がこう料理してることっていうのはね、すごい簡単なことで、誰でもできるようなことをこうやってるんで。でもこれによってね、その家族のその一つの料理を作らんでっていうことになるんでね、これぐらいは、まあやってもいいかなと。で、まあまあ料理は覚えたいんですけど、まだこのレベルなんで、今はこれでいいかなと。持ってやってます。もっとこういろいろね深めていくんであれば全然違う形になるんですけど、まあ今のところはこれぐらいでは、これ料理と呼べるレベルじゃないんですけど、もうこれでええかなというふうにまあ思ってるということですね。また、お酒ですね。ウーロン割りを飲んでるというところですね。これでもね、これぐらいの料理ですけど、結局その旦那さんがね、奥さんにこれをやるっていうことをするとですね、奥さんはやっぱり、助かると思うんでね。ぜひ。
料理が苦手な方もこれならできると思うんで、ぜひやってみてください。あの、喜んでいただけると思います。うん。簡単ですし、本来でもできることなんです。ということで、出来上がりましたということですね。豚味噌キャベツ炒めですね。出来上がりましたですね。完成でーす。ありがとうございます。